ね、うん、ついに20年の歴史に幕が下ろされましたね。20年だよ。一言で言っちゃうとね、下がっていう雰囲気になっちゃうけど、20年だ。長いよ20年って。もうなんか非常に美しく、そしてかつ爽やかな最後だったと思うんですけどもね。やっぱりこう、ジータのさよならヒット、そっちですか、ジータの、もうさまざまな思いでね、デレック・ジーターの話ですか、そっちの20年ご覧になってた方もね、本当に多いと思うんですけども、まあまあそうですけど、今季限りで現役を引退する主将の、デレック・ジーターが9回に試合を決める一打を放ち、はい、自らの本拠地最終戦を劇的な勝利で飾りました。もうヤンキース一筋20年ということで、20年、そっちの20年ですね。キャプテンお疲れ様と声をかけたいですよね。ミスターヤンキースですね、もう本当キャプテンって、ね、でもキャプテンってまあ本当人柄のデレクっていうね、デレクそういった話もありますけどもデレクってね、こう話をしてても松井でもジータって呼んでた気がするんだよね。あのね、本当職業をあれこれじゃなく、もうさまざまなジャンルからいろんなことを学び取る人なの。いや、デレクはね、で喋ってた時にさ、勇気、あの、いやデレクはね、デレクがこう勇気、平子さん、コメディアンとしての勇気の立ち振る舞いを俺は見たことがないが、コメディアンで難しいのはどんなところだい？それはまあどんな話が来てもこう返さなきゃって、その話によってこう返し方だったり、それによっては全然響かなかったり、それで一個ボーンと受けたりするんだ、そういうところが難しい仕事かなって言ったら、勇気、それは野球にも通ずるよ、どんな球種が来てどんな球でどんな球速か、それに応じた打ち方があるんだ、それを少しでもずらしてしまうとアウトにもなるし、ゴロで取られてしまうし、かたやホームランになる、だから狙って行き過ぎてもダメだし、大きく振りかぶって、それは怖いことだけど、それがホームランにもつながるんだ、勇気、我々の仕事は一緒だ。ライダイダ入れんなよ。平こってますね今日も。平こってるでしょ。平こってない。いや平こってますよ。デレクってるって言わせる。いやちょっと平子ってんのもちょっと原稿にメモ書いてあるのをちょっと作ってたんだ、平子ってんの。ナチュラルで俺やってると思って、平子りはナチュラルだと思ってたよ。平子さん野球わかんねえからさ。そっか、ここにね書いてあるの球種って書いてある。野球わかんねえから。真面目だな。いやでも本当にキャプテンお疲れ様でした、ありがとう。いやそっちの20年もありますけど、昨日ナインティナインさんのオールナイトニッポンが、ね、20年半の歴史に幕を閉じた。こちらは20年半デレク越えですからね。デレク越えですよ。めちゃめちゃ古いよ。だってジーターの、だってジーターで例えるけど、昔の動画とか見るともう昔本当荒い映像だもん。ああそうか、ルーキー時代とか。じゃあもう単純にこのラジオの歴史から見ても、デレックの半年先輩ってことなんだね。デレック、ジーターの、そうですね。すごい、あの出待ちの数もすごかったね。バカ半端ねっていう。まあ業界のね、見た方も聞いた方もね、ね、たくさんいらっしゃると思いますけども。いらっしゃったんですかね。ただ、俺はね、これはラジオの新時代の幕開けだと思う。ああいい風に捉えたらね。だからもちろん俺らにかかるその重し、もあるけど、だから面白くね、そのプレッシャー、ね、期待感っていうね、プレッシャーは重ければ重いほど、なんか楽しくなってくるなっていうのはあるよね、それメモありますよ、その、ね、今平こりメモ、それは一口平こりメモ。今のがメモがなかったことに対する気恥ずかしさ。やめろお前、ないならないで恥ずかしいパターンもあるんだから、お前2つのパターンがあるよそこは。